今週の J パラはこの人の登場です。こんにちは、ジェフ千葉の深井正樹です。ディフェンスを翻弄する華麗なドリブル。ドリブルっていうものにすごいこだわりあって、とにかくボールもらったらドリブルっていうイメージでしたけど、身長161センチ、小さな体で大きな存在感を見せる深井選手。その素晴らしいプレーを支えてくれる存在がいます。それは最愛の妻、安代さん。なんと安代さんは体のバランスを整えるトレーニング、ピラティスのインストラクター。深井選手も自宅で奥様の指導のもと体のケアを行っているんです。やってプラスになったことっていうのは非常に多いと思います。インナーマッスルって言って、体の中心にある深いところの筋肉を鍛えてバランスをもっと良くしようっていう、安定して力が出せるようになったかなっていう感じはありますね。奥様の愛情料理はやっぱりパワーの源。いただきます。牛すじの煮込みでございます。ニンニクたっぷりで栄養満点です。いただいてみます。コリコリしててうまいです。今日のすじ煮はお母さんの味ですか？そうですね、深井家の味です。食事とかね、そういう体のことに関してもすごいケアしてくれるので、僕は本当サッカーだけに集中できるような環境になりました。いや幸せですよね。おっと深井フリーですよ。打った、うわ、ここで結果が出なかったら次はないっていう気持ちでずっとやってますし、もっともっとね、強いチームにのし上げていきたいっていう思いなんで。